ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。いただきチャンネル、サスケです。ということで、本日は検証、ちょっと正式タイトルをまだ把握してないんですけど、検証番長3の設定後、一体何に打ったら一撃で万枚出るのよ、しかしの第2回目でございます。ということで、前回はね、いい感じではあったんですけれども、まあ、一撃万枚というところには届かずということで、一応企画を説明しておきますと、こちら実機ですね。実機を使って設定を5にいたしまして、まあ、夢のあると言われている番長3の設定を、果たして本当に夢はあるのかと、私常日頃から設定1をね、5かもしれんと思って打ち続けてるわけですが、本当に5だった時どれぐらい夢があるのかという、一撃万枚という夢ね、はい、一体何日間打ったらいいんでしょうっていうところで、まあ一撃で万枚出すためにはね、純増2枚の機械で5000ゲームなんで、まあ始まりは最低でも4000ゲーム消化までに、そのきっかけとなる ART が始まってないと、一撃で万枚はね、あの閉店取り切れずっていう想定にしてしまうとね、はい、届かなくなっちゃうので、4000ゲーム実践、じゃあ早速回しながら、前回の結果を振り返っていきますか。前回はなんと番長ボーナス8回ね、あの絶頂に行く、要は通常ではない ART 中の番長ボーナス8回で、なんと絶頂が0回というね、はい、だまあ絶頂だけだったかなって。裏モード前回行ったしね、フリーズとかは引いてないけど、裏モードとあとはちょっと強いループストックをね、道中のやつを2回ぐらい取ってたよね。ということで、まあ前回は絶頂こそなかったものの、まあまあ出たんで、一応夢はあった。ただ確か前回オハテンだったんだよね。なんと朝一128ベルスタートというね、なかなか景気悪かったんですけれども、なんで今日もリセットの設定後というところで、まあとりあえずはね、やっぱきっかけ、だから前回は初当たりが4回かなんかで、うち2回がでも伸びたって考えたら、まあまあ伸びた方だよね。しかもサマイも結局プラス3000枚ぐらいいってたんだよね。なんで4000ゲームで3300枚って正直十分だ。機械割は超えてますもんね。今んとこ設定後は、まあ、一撃万枚は出てないけど、今んとこいい台となってますんでね。1ゲームは早い MV。まあこれも中対決扱いか。はい、まあ勝ってはないですね。ちなみにリセット恩恵の場合はに当選してた場合は特訓経由しませんのでね。そこらおっと食材到達、調達出たよ、豚ちゃん。あっていいよ、まあ、ここでベルでしょ、だって。おっす、わあ、いったら、いったら、よし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 、うまい、サンキュー。130ゲームというところで、投資が100枚かな、ありがとうございます。あ、でもこれ1回足してるから一応150枚投資になるのかな。まあいいわ。幸先よしこちゃんでございます。93枚。はあ、まあ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 、そんなもんだよな。米研ぎ、こっから食材調達なんていうことになったらね、これはこれじゃないですか。うまい、結構なお手前力。85ゲームチェリーケーキの対決からですね、はい、まあ自力で書き換えたでしょう。素晴らしい、素晴らしい丸ですね。投資が変わらず3本ですか、150枚投資でしょう。いやー素晴らしい、5ですね、マジマンジマル。55枚、終わった。うわーうわー、チャンスめー、ざけんなよ。割れるでしょ。55ベルなんだけど、55ベルってやば。通常 A0.07%、 通常 B0.05%、 チャンス 0.98% って、もういずれどのモードだったとしてもバカ牛だよね。だっておかしいと思った、何これ。ということは薄いところのゾーン外だったら中対決以上が出てくるんじゃないんですか。ほらで MB なんですよ、バチ馬じゃないですか。うわーマジビラ、
俺に任せろだ。ダメだ。ああ悪くないね、悪くない。3個いってるかどうかなんだよ。1本いっとく。うわマジ分かってない。 OK 勝ってないっす。ああやばい。あベルコボシ終わった終わった。あ、漫画喫茶、漫画喫茶夜行きます。あーいたいたいた。16ベルかな。通常の可能性もクラブかな。カオル先生出てきて特訓開始割れるんで16ベルか通常ボーナスか。まあこれ当たんなきゃまあほんと天井かなって。だこれバー中断。おし通常の可能性出てきたね。もう一回来たらだいぶある。一回じゃね、まあただの中対決とか全然あるんだけど。あれもう行く。違うなこれ通常じゃねえな。勝ってねえなこれ。勝った勝った。今勝ったかもしらん。まあもう MB なんで。よしもう分かんないね。ちゃんとゲーム数数えてたらあれかもしんないけど。裏っつって通常でもいいし、まあまあでも普通に出るからかな。はい、1206ゲーム投資が、1444枚で、あだからあれかちょうど3万円かな。1500枚投資か。ああ通常でしたね。やっぱあの青じゃねえ、夜行って16ベルト見せかけて通常でした。勝ってましたね。よしよしよし。まあ普通に当たるよりはるかにね。これで要は対決が最低1回ぐらいは保証されるんで実質的に。赤でした。よし1個取ってましたということで、で15個か。いい感じ。さあ参りますか。ようやっとこの日が参ったのじゃということで、イヤホンを装着して、通常ボーナスからストックが一つ取れたというところから始めましょう。ドン。よし。二かけ。よし。俺に任せろはやばいって。続いてよーし。OK よしこれで3日目までしょ。 OKOKOK よし。 OK なあ全部ダメ。あーもうベル中断がいいけど、普通にベル赤まで行ったから勝つ。ドン。イエス。オッケー。これ3つか。4日目まで、4セット目まで。さあさすがにお願い。終わったな。終わったわ。三連単だね。あ、金閣寺出たわ。開始1800ゲームですか、約。3回目の初当たりが通常ボーナスから自力で3つ乗っけて、実質初当たりは単発だったけど金閣寺が出て通常引いたし、あ、これ5だなってなって。あのやめれなくなったっていうやつだね。これ金閣寺がだから 5.5% でしょ。 ART 初当たり時の天国が 5.1% とかだから、あの金閣寺ね、前回3回出て今回1回なんで、もう4回初当たり天国いていいんだよ。違うところで無駄な引きをしてるわ。あーしかも7ベルで行ってたし、7ベル刺さってたし、もう
ディスカップ打ちてえな。パチ屋に行ったら俺ディスカップが打ちてえわ。凱旋とかをこうやっぱ久々に打ってみるのもいいかもしれないんだけど、なんかそれでさ6万7万負けてみ、なんかもうパチスロ別にそんなに思ったよりさ打ちたい打ちたいってなってなかったからさ、やっぱ勝つことってすごい大事だと思うんだよ。しかも負けまくってる時に自粛になったもんだから、何でもいいからとりあえず打って、それで5万以上なんかズドンって負けた時にもういいわってなんかなりそうで怖い。もちろん5000枚出たらグヒャーってなるんだけど、それはわかるんだけど、勝ち負けだけじゃなくてもやっぱディスカップはこう楽しい、本当に好きだし楽しいし。4ゲーム継続、ほぼほぼあっていい。539ゲームですね。投資が追加してますね。1700枚ですか。3万4000か。ベルからですね。長かった、天国スタート。4.7% ぐらいで、80% ループ。やっぱ5はね、5% ぐらいでね、いろんなチャンスがあるんですよね。熱いけど怖い。うわー待って、よし、うわーチャンス目、まあいいわいいわいいわ、オッケー、初号大事。2300ゲームということは約3時間ぐらいかな。午後1時ですね。金閣寺が出て、はい、午後1時初めての、本日初の号大事。あーここで行くか、 MB か、いや、出てー、鏡じゃないか。よし、天国スタートの可能性も、まあいろいろ考えたら天国スタートかもしれない。これやばいよ、ついに来た、やりましたパーン。あー白、いや、しかしよ、まあ、天国の可能性が十分に考えられるんで 34% で天国ループと。はい、せやな、割れない、はい、チャンス目の分だね。やっぱさっき郷大に言ったタイミングのチャンス目。おわっと強対決、よし、いやー負けるわこれ、負けるわ、やぶねーやぶねーやぶねー、あぶねー、イエスイエスイエス、ゴー大事、OK、天国もあるからね。 34% で天国だから、熱いよ。マチコは当選ケーキでのマチコじゃない時は熱い、全長マチコは熱い。いやな、あっつ、激熱、もうねこれレアク対応で、今 MB5 だからチャンス目っぽく見せるけども、ゴー大事なんで、もうここでチャンス目うんぬんじゃないんで、もうこれは、はい、もうね、もらって、もう鏡出てこないかな。予告までつけますか。ここでね、いきなり鏡ドンもあるからね。まあまあまあ、これはもう大丈夫です。これ大丈夫なやつ。念のためやったく？あ、もうこれはもうね、はい、これはもう大丈夫、はい。ちょっとだけ不安だったじゃねえかよ。はい、リーチメリプレイ、くそー、ただ渡しても天国が期待できますよね。おそらく確定対決というところで、
ループしちゃったんじゃないの。最初 5% 持ってきてからの 34% 持ってきちゃったんじゃないのっていうところで、この次もあるから、一回天国がってなったらもうだからね。あーダメだ。さすがに最低 25% だからね。 50%、80% まであるんだから。ないやんけ、ないやんけ、そんなバカな話ある。いやー MB だからこの次決着だ。うわーほぼないやんこんなの。うわーマジ、この商店街しかもただのガセガセのガセだしね、もうなんもないよ。ちょっとしてスンっていなくなるやつで。いや初当たりのループがなさすぎる。これ結構やばいよ。いよいよあと300ゲームなんで、300ゲームで始まらないとなるともうちょっとぐらい。これ50だったら終わりで、対決いかないまま終わりで、だからほんとあと2回じゃないかな。あって対決行って2回、悪くて1回で、もう0回だったらもう終わる。陣容はよっしゃ、あぶねー、対決行ったー、あぶねー、ラストチャンス、ギリギリザンニーベルでござるわ。よし火打ち石出すわ。MB を引くイメージ、イエスイエス、火打ち石、いやー勝った、実戦上勝ち確。ここでの赤はまあ確じゃないんだろうけど、俺は外したことない。特訓前の赤は火打ち石完全に刺さったやんけ。イエス、サブレー1053ゲーム、2度目の1000ハマり、今日だけで2度目の、はい、通算3895ゲームなんで、正真正銘これがラスト ART ですね。こっから伸びればワンチャンある。いや火打ち石完璧に刺さったね今。まさかだってあそこでね書き換えがこの場で出るとは。はい、まあ、通算ベル143ベルでした。よーし OK、 いいよ、ここで行って、ここで MB を引けるザイン中対決、火打ち石、イエスイエス、火打ち石、イエス火打ち石、パーフェクト、3の3やぞ、イエス、力、火打ち石強い、オッケー、やばいな、火打ち石、いや出しすぎたらあれかなと思って3発出したらまさかの3の3、火打ち石今4の4よ。これだから窓か用じゃなくて番長3用の技だったわ。いやさすがに初当たりこれ今まで全部単発ですよ。そうは問屋が下ろさないよ。ない、テキテキ、うわない、規定の4000ゲームに到達ということでね。はい、まあ2回目の挑戦、一撃万枚達成ならずというところで、2回目の挑戦、まあ総回転数4001ゲーム、初当たりは結局何回だっけ、初当たり6回、うち1回が通常 BB というところで、で通常 BB を除いた ART 中のボーナスが2回かな、推定の天国スタートの天国ループというところで、ただ絶頂は2の0というところで、結果的に投資が、まあ、サマイがマイナス2033枚というね、はい、マイナス2033枚、ボコボコに負けましたね。4万ちょい負けで、無事にね金閣寺も出てますので、まあ今ホールで換算するとおおよそ今
夕方4時過ぎたぐらい。まあ、ホールで打ってた方が多分イライラしたでしょうけれども、今だいぶ俺来てますけどね。1000ハマりが2回の絶頂なんかね、夢のまた夢で、まあ本当いわゆる何もなかったっていう感じですかね。まあこんな感じで、いつ一撃マンマが出るのか分かりませんけど、まあ、まだね、絶頂に1回も通算、ボーナス10分の絶頂ゼロっていうところなんで、まあ次あたりにね、少なくとも絶頂ぐらいは見れるのかなと。なんかもしね、コメントとかね、思いついたなんかご意見とかあれば、ぜひぜひいただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。生放送も毎日今のところやってますので、夜8時から見てください。お疲れ様でした。ありがとうございます。